R33 スカイライン GTR がついにその姿を現した。我々 BM ではビデオスペシャルのためにニュルブルクリンクでの取材を行い、その凄まじい走りを実は確認済み。そして今回は GTR がとことん鍛え抜かれた地、北海道陸別の日産テストコースに場所を移して GTR のポテンシャルを試すことにした。前回アタック一番乗り R33 スカイライン GTR を攻める。ノーマルスカイラインから遅れること1年半足らず、 GTR がついに R33 型へとモデルチェンジを果たした。懸念されていたサイズアップによる車重の増加は最小限に抑えられ、またスタイリングは R32 が持っていた獰猛な感じとは違った、どちらかといえば流麗な印象を受ける。そのイメージは期待通りで、空力特性の向上にも結びついている。細かいところまで目を配ると、この車はやはりその時代の走りの性能ナンバーワンの象徴として生まれてきたことをありありと伺わせる。基本的なコンポーネンツは従来の R32 型のものを踏襲し、熟成を深めるという手法が取られている。しかし R33 のやや間延びしたとも受け取れるパッケージングの中で、それがどう生かされているのか興味深いところだ。今回はアクティブ LSD を装備する上級モデルの V スペックを持ち込んでの試乗。より速く走るための最新の技術を惜しみなく投入し、そしてレースを通じて自らを鍛え、それをさらに市販車にフィードバックするという GTR スピリッツを R33GTR も受け継いでいるのだろうか。さあ早速走らせてみよう。ドライバーは中谷昭彦。1周 7.2 キロに及ぶこのコースは、車にとってニュルブルクリンクよりも路面からの厳しい入力が強調されている。ちょっとね、ギア比がニュートさんが離れてるような感じがしますね。でももうリミッターにもすぐ動き、リミッターの当たり方がね、すごく穏やか。相当なんか限界高いね。なんかこの怖いコース、すごいこれ怖いコースなんですけど、怖くないですね、この車に乗ってると。挙動がスタビリティが高くて非常に安定してるんで、なんか知らないコーナーが連続してても怖くない。何かこう発見してから対処しても十分間に合っちゃう。しかもその時に挙動が安定してるんで、全然慌てないで間に合っちゃう、そういう感じがする。すごいサスペンションの剛性も上がってますね。全然車は外でね、跳ねていかないわ。自分のラインの中でサスペンションがしっかりこういうショックを吸収しちゃってて、パワーがなく感じちゃう。まあパワーないわけじゃないんでしょうけどね、低く感じるっていうのはやっぱり車のスタビリティが高いからだろうね。なんかあの3人のちょっとジャジャ馬的な速さみたいなのとは相当質が違う感じがします。ここは少し低ミューのところなんですけども、まあ、3人なんかと比べたら全然スリップアングルも小さくて、前に行きます。ダンパーがね、また強力っていうか、すごくいいダンパーを使ってるなって感じ。さて今度は R32 に乗り換えて R33 との違いを検証してみよう。トラクションで踏んでてもね、離されるっていうのはやっぱパワーの路面の伝わり方が違うんですよね。
速度のリミッターの効きも33のが全然スムース。ブレーキのフィーリングもまあ同じブレンボなんだけど全然33の方がね。エンジンのフィーリングはこの3人の方がよく感じちゃうんですよね。っていうのは車体のスタビリティが33の方がいいんで、アクセルを踏んだ時の期待値っていうんですか、こっちは恐る恐る踏んでますけども33だとパーンと全開にできちゃうんで、それに対するまあターボのレスポンスがですね、3人の方がいいんじゃないかって逆に思っちゃうんですね。あんまり踏めてないのに火球が上がっていくから。ここで2をキープするのは非常に難しい。33に比べてこの3人の方がやっぱり車体が少し軽い感じがするんですよね。当然まあディメンションも小さいし、そういう意味では振り回しやすい。ただ何度も言ってるようにスタビリティが33なら全然差ないんで、まあ、3人の方は振り回しにそれなりの腕がいるっていうかね、まあ、こういうところでも33の方が挙動が一つ少ないんで続いて運転できてると思うんですよ。R33 の GTR に、ついに乗ることができました。いろいろ噂があって、やれ大きいだ重たいだ、あんまり速くないんじゃないかと、まあ、否定的な噂が多かったんですが、今日実際にスタイリングを握ることができて、まあ、この新しい GTR のポテンシャルがかなり分かったような気がします。一番感心したのはですね、スタビリティ、まあ、かなり安定性が高いということですね。280馬力というパワー、エンジンユニット本体は変わってないんですけども、まるでパワーダウンしてしまったんじゃないかっていうぐらい、まあ、車体の安定性が上がった。シャシーのロードホールディングが良くなってる。したがってブレーキングとかですね、加速、あらゆる状況で車が絶えず安定してるんで、まあ、その辺が従来の32型の GTR とかなり飛躍的に違うところ、向上したところだと思います。ただ一概にそれがいいか悪いかという問題になると、逆に言うと一つこう面白みがないんですね。まあ、やはり GTR っていうのはレースで速い車、一般の人にはなかなかこう乗りこなせない難しさのある車という印象が、まあ、多少なりともあると思うんですが、ここまでまあ乗りやすくなっちゃうと、まあ誰でも乗れちゃう車っていうんですか、まあ、誰でも速く走るっていうわけじゃないと思いますが、かなりそのパワーをシャシーが許容してくれるんで、乗りこなすことにそれほどテクニックを必要としない車になってる。それがまあ最近のスポーティーカーの傾向でもあると思うんですけどね。例えば911やフェラーリの355のニューモデルなんかも、まあ、ある意味で誰でもこう乗りこなせる、人に優しい、運転しやすい車になってると思うんです。でこの GTR33 型もやはりその同じような傾向が強くて、ただ速さは確実に向上してるんで、まあ、それを良しとするかどうかっていうところが大きな問題だと思います。あともう一つはやはり GTR という名前を使う以上はですね、レースで勝っての GTR ですから、例えばお客さんにたくさんこの車売れるかどうか、どうすれば売れるんだっていうことじゃなくて、どうすればレースに勝てるかっていうことを最優先に考えた車であってほしかったと。まあ、まだこの車はレースデビューしてないんで、その辺はどうなるか今後の展開見たいと思うんですけどね。この車がレースで勝って、本当の GTR として認められた時に、まあ、本当のこの車の33型 GTR の評価が出ると思います。来月号ではですね、この GTR を今度従来のバトル筑波サーキット矢田で、徹底的に走らせて、また報告したいと思います。94年グループ A に代わってスタートした全日本ツーリングカー選手権、通称 JTCC 2リッター NA セダンによるレースは各地で熱いバトルを展開、モータースポーツファンの目を釘付けにした。2シーズン目を迎えた GT 選手権、スポーツカーたちの戦う姿を一目見ようと、94年の四輪レースでは延べ最高の観客動員数を記録。改造範囲の狭い N1 耐久レースは
勝つためにベースとなる市販車をますます面白くさせてくれる。そしてル・マンは94年から GT クラスを設け、憧れのスポーツカーたちが競い合う古き良き時代のル・マンに帰った。 NSX のチャレンジは多くのモータースポーツファンを感動させてくれた。94年のモータースポーツシーンを熱くさせたレーシングマシンが今ここに集結。今月号はスペシャル企画、チャンピオンズバトル95異種格闘技ナンバーワン決定戦だ。それではエントリーカーを紹介しよう。まずニューツーリングからは黒澤拓也選手のマシンコロナがエントリー。ヨーロッパで得たノウハウをもとに担当ガレージセルモが日本用に改良を加え、常に安定した速さを示した。エンジンは4台のセミワークス車中唯一 PRD チューンを積む。ル・マン24時間レース感動のゴールシーン、ファイナルドライバーを務めた土屋選手の涙も記憶に新しい。 F1 撤退後ホンダが世界にその存在をアピールしたこの NSX ル・マン仕様は日本とイギリスの共同制作で生まれた。十分なテストをこなせずに乗り込んだル・マンでは傷つきながらも見事に完走。貴重なデータを得て里帰り、日本でのレースでは連続して表彰台に上っている。レースで勝つために生まれてきた車、それが GTR。 今回は兄貴分のグループ A を筆頭に3人型の3兄弟が集った。まず GT 選手権からはコクピット館林 GTR がエントリー。新型のエアロパーツに変更したワークス勢に比べると目立たない存在ではあるが、実はこのマシン93年度のチャンピオンカー。そこでメンテを担当した RS 中春でも下手に手を加えずに良いところを生かす作戦が好成績に結びついたというわけ。駆動方式もその意味で四駆を採用している。弟分といっても速さじゃ負けてない N1GTR からは現在最強と言われるマシンプロジェクトミュー GTR が殴り込み。そして現役を引退してもやっぱりその勇姿を見たいのがグループ A GTR。 94年6月号の GTR 特集で見せたあの速さがあれば今回のバトルもちょろいもの。ただし最近の運動不足がちょいと気になるが、最後はご存知フーマ GTO。 現在の N1 で GTR を倒すのは GTO しかいないと言われ、熟成は進んでいるはずだが、果たして因縁の対決はどうなるか。さあ勝負だ。矢田部に集まったレーシングマシンたち、0-4、0-0の計測を兼ねてテストは高速周回路一周バトルから始まる。最初の対決は同じカテゴリー N1 マシン同士の真剣勝負スタート。あ、いいや。04はどうだ。 GTR 絶好調、どんどん加速して、0-0は20秒台をマーク。なんだあれ。さすがは最強の N1 マシン、速い。あ、エンジンいった。プーマ GTO どうした。こちらは勝った GTR、 感想は。ちょろいもんよ。僕が乗ると一周で壊れるみたい。 GTO 君は今ね、でもね、あのホースが抜けちゃったみたいで、まあちょっとしたトラブルなんですぐ走れます。セカンド対決はこの組み合わせ、どうだ。これは負けるに決まってんじゃん。でも万が一ってことも。あ、やっぱりないか。好記録を
して走り抜けるグループ A GTR だけど、ちょっとエンジン音がおかしくないかい、おいちゃん。なんだなんだ、トラブルが発生した GTR の横をここぞとばかりに走り抜ける清水コロナ。このまま行けば一周バトルはコロナの勝ちかと思われたが、老いを気遣ったのかこの後スローダウン、勝負は一旦中止。どうして僕の車ばっかりこうなるの。原因はエンジン、症状は重く GTR はここでリタイアとなった。ぶったたきバトル、あ、へこちゃった、なんちゃって。ここまで軽量化してます。あ、ここなんか詰まってるかな、入ってる。ここも比較的下半身は結構剛性上げてますね。で、なるべく高い位置にこう重たいもんがあると重心点の関係で運動性能悪くなっちゃうんで、高いところは軽量化します。空っぽ。続く GT カー同士のバトルは NSX のドライブシャフトを気遣ってローリングスタート。計測は最高速のみ。こっちの車リストリクターついてるから、うん、こう前回パワーでは辛いみたいなんだけど、やっぱり中間加速はターボのトルクがあるからね、あのこの辺はちょっとやられたけど、ええ、まあ、NA だからスロットレスポンスいいから同時に踏んだ時はピュッといくからね。そうですね。そして最後は最高速を計測できなかったこの2台。コロナはテストのために不二雄のギアを組んだが、バンクからの脱出スピードが速いためストレートではリミッターが効いてしまった。お疲れ様でした。お疲れさん。いつもまあこういうスピード出る車だと結構怖いなって思うんですけどね。怖いよね、バンクはね。市販車での300キロとこういうレーシングカーで その高いスピードって全然フィーリングとしては怖くないですよね、レーシングカーの方が。そう、レーシングカーって、まあ、いわゆるサーキットが速いんだけどね、はい、意外とこう足のいい車っていうのは直進性もいいから。 N1GT グループ A、まあ、どういう順番か別として、うん、このパフォーマンスの差っていうのはどういうところに、うん、まあ、それぞれレギュレーションがあっての話でしょう、はい、ところが今 N1 っていうのが一番市販車に近い、まあ、アマチュアクラスなんだけど、うん、実はブーストの制限もないし、エンジンの回転数の制限もないし、はい、吸入のこう リストリクターってね、はい、あの空気吸い込むところの入り口の大きさの制限もないの、うん、だからそういう意味で一番無差別吸入になってるから、うん、あの面白いことに N1 のスカイラインがね、はい、パワー的には500馬力近いんだと思うんだ、うん、はいはい、で GT の方はあの吸入制限で31パイという大きさに絞られてるから、うん、はい、ブーストも上げられないしタービンも大きいの使えないでしょ、だから実際馬力が450馬力ぐらい、はい、だから側見ると GT カーの
GTR の方が迫力あるんだけどね、うん、エンジンの馬力だけで言ったら実は N1 の方が速いんですよね。そうノーマルよりもタービンが小さいんですよね GT の方がね。そうでまあそれだけねサスペンションとかブレーキがノーマルだからかえって N1 がどれだけこう大変かっていうのはよくわかるよね、はい、馬力はグループ A に近くて GT かより上でしょ、うんはい、でもブレーキとか使える部品は全部純正部品だからね、うん、NSX とかね、うん、GTR、GTO とかその辺がレーシングカーになって速いぞってみんなよくわかると思うんですけども、うんやっぱりみんなの疑問としては、ね、しこいつにね結構興味が出るんじゃないかと。元はこれだからさ。そうですね。だからなんでこれがね、これもなんか普通のレンタカーで借りるとよく出てくる、ねおじさんグラム車の頃なんだけどね、はい実はねこの中に詰まってるエンジンとかミッションのこうレイアウトね置く場所見てほしいのはまずこのエンジンの位置ね高さ非常に低いでしょ。シリンダーヘッドの位置がねここですよね。だからむしろタイヤのてっぺんの方が高いくらいなんですよね。エンジンが非常に低くレイアウトされてる。エンジンを横に置いてミッションがあってデフがある。ここにドライブショットがつくわけね。ところがこいつが高い位置になると車の運動性能というのはよくできないからまずこれを低くする。それが重心の高さの問題なんですよね。でこれが一つ目のポイント。二つ目のポイントはね重たいものをこの車の先端に置くとね、はい、ものすごくフロントヘビーになるのと同時にこう慣性モーメントがね働いちゃう、うん、で最近特にボルボがやってるのはエンジンのレイアウトを各地がここにバルクヘッドがあるんだけど、はい、バルクヘッドっていうのはこの隔壁ですね。隔壁ねエンジンルームのこっち側にエンジン持ってきてミッションをこういうふうに持ってきてデフをこういうふうにレイアウトするようなね、車がイギリスの BTCC のエンジンルーム全く逆さまにしちゃったみたいな感じですね。そう逆さまにしちゃったでバルクヘッドがあるからエキゾーストマニホードタコ足が出せないからエンジンをこういうふうにレイアウトしてこれを低い位置にレイアウトして、じゃあ排気系もそのままストレートにストレートに下に出して、ニューツリングの今操縦性っていうのはね、はい、もうとても FF とは思えないんですよね、うん、言ってみればもう F3000 みたいな非常にシビアな動きするしね、コーナリングが早いってことはまあそういうことでね、うん、FF でもある程度フロントはね、うん、軽くしてフロントミッドシップのレイアウトみたいな方が、運動性能というか走り気持ちいい走りが FF でできるねっていうのが、はい、この JTCC を通じてなんとなく分かったと思うんだよね。だからそれはこれからの FF、うん、例えば楽しいこう、まあ、走りの車 FR じゃなきゃダメだっていう固定概念なんだけど、はいはいはいね、FF でもこういうふうに重量配分とか重心点を考えて作ればね相当楽しい FF ができそうだなっていうのがこう見えてきたと思うんですよね。車の格好も変わりそうですね。変わるだろうでしょうね、うん、レーシングカー面白チェックパート2最小回転半径バトル。あらはこんなに違うんだ、U ターンバトルもうこれだけ違います。ちょっと想像以上にあの差が大きかったですね、まあ、このニューツリンカーっていうのはあのいわゆる市販のボディ使ってるんですけどもタイヤが18インチの非常に大きいタイヤ使ってるんですね。しかも車高をうんと下げてるんでハンドルをたくさん切るとですねフェンダーあるいはボディとタイヤが当たってしまう。ですからもう実打角っていうか切れ角が非常に少ないわけですね。でこれだけ、回らないんだったらヘアピンで大丈夫かなってこう心配する人いると思うんですけど、実はちょっと心配になっちゃうんですけど、まあ、実際日本の、まあ、日本でこう存在する一番小さなヘアピンに、まあ、この角度を合わせてるんでそれは問題ない。でなぜかというとですねレーシングタイヤというのは非常にこう小さなタイヤのスリップアングルですね、うん、スリップアングルというとちょっと難しいんだけど、まあ分かりやすく言うとまあ切れ角みたいなもんなんだけど小さなスリップアングルで大きな曲がる力をフロントは出すので実際のいわゆる限界走行ではもっと小さなヘアピンを回ることができるわけですね。ですからまあただスピン車ってコース上に止まったりすると、U ターンして元戻んないなんていう時に非常に大変ですね。市販車ベースのモータースポーツで見逃しちゃいけないのが WRC だ。チャンピオンズバトル番外編は WRC マシンの走りをチェック。セリカのニューマシン ST205 空力特性が大幅に良くなったボディとともにメカニズム面もいろいろな新技術が投入されている。基本的にこの構造自体はあのジオメトリーなんかもいい仕組みになってますのでね、これから先どんどん煮詰めていけば旧型のストラットよりは
走破性、あとハンドリングは必ず良くなると思います。エンジン基本的にあの 3S、基本のベースは変わってないんですけど、今言われたようなウォーターインジェクションのシステムとかが、まあ、今回入ってまして、基本的にその吸入の吸気温度を下げるっていう意味で水をエンジン内部に、エンジン内部というか混合機の中に吹いて吸気温度を下げてるんですよ。それによってパワーは上がりますんで、まあ、それは体感できる以上のパワーアップにつながってますね。実戦デビューは94年のオーストラリアラリー。カンクネンのドライブでいきなり2位入賞を果たした。 Do you like the car?Yes, I like it very much. I have been driving it now since before, even before Thousand Lakes, I did one rally, and since that all the time, and very good. It has improved a lot, and it has been getting better all the time. And the world champion Oriol からはドライビングテクニックについてメッセージをもらった。I think there are no really one style of driving. A lot of driver has a little different style. And for example, I absolutely not the same style than you are Kankunen. It's just your feeling. I never learned to drive. Just go in the car and immediately I play with the car, I slide with the car, and nobody explained me before.So it's your feeling, I think. An experience after. まあニューセリカもカンクネンもすごいっていうのは分かったんだけども、やっぱり実際にねベストモーターの人は乗ってみなくては分かんないと思う。ということでですね、三菱の強力なマシンランサーです、これをですね、乗ってよいよと言われて、他のキャスターに声をかけずに私が乗ってみたいなと。キャスターたちの恨みか怨念か、楽しみにしていたテスト当日は雪。おいちゃんどうする？三菱が用意してくれたのは93年型のエボリューション1がベースになっているマシン。